様、まもなく離陸いたします。小さなお子様はお膝の上に両手でしっかりとお抱きください。皆さんお久しぶりです。羽田空港からお送りしております。お、機内でこういうパンを食べたんですね。さあ、東京の街並みが広がっていますが、まもなく到着しそうです。はい、というわけでね、今回は稚内です。稚内を回っていきます。今晩花火大会があって、まあ、それを見たくてね、飛んできたんですよね。夕日を見て、で、まあ、花火大会見て、明日早起きしてね、ちょっといろんなここの稚内らしい景色をね見ようかなって考えてます。はい、いいですね。気づいた、サングラスいらね。アテレコ入ります。お昼ご飯を食べに来ました。そしてそのメニューをめくっていますね。結構有名なお店で、なんかテレビで紹介されたこともあったみたいです。いろいろメニューがある中、今回はうろこ一丼というのを選ぶみたいですね。非常に美味しゅうございました。さあ、何か喋ってますけれども、何を言ってるのか全然聞こえません。早速見てみましょう。夕食を食べに来ました。たけちゃんというところです。食べログで調べて結構評価が高かったので来てみましたが、地酒を楽しめて、そしてその地酒と海鮮のマリアージュが大変美味しゅうございました。おっとっと、その後ついにですね、花火を見ることができました。あ、そう、昨日知ったんですけど、ノシャップ岬、あの夕日ね、夕日撮ったところで、あそこってノシャップ岬を境に、そこから西側が日本海で、でそこから東側がオホーツク海らしいんですよ。だから私昨日ね、僕日本海もオホーツク海も望んでるということになりますね。これがすごいことなのかどうなのかよく分かりませんが。にしてもトイレねえな。まあ、なさそうだけど、ひたすら。宗谷丘陵に来ました。ここずっと雄大な景色が広がっていてですね、どこをドライブしても飽きないんです。緑と青のコントラストがとても美しいものでした。
やおや、何か楽しげですね。白い道っていうところに来てます。この白い道ってなんかホタテかな、まあ、貝が敷き詰めてあって、まあ、この辺そういう産業が盛んなんで、はい、その参拝のね貝っていうのを敷いてあるみたいです。じゃあ空港行きます。